明日は奈良県にある金峰山というところにお寺かなに行こうかなって思ってます。先月奈良に行ったんですけど、明日はそれよりももっと山奥に行こうと思ってます。なんだか遠いっぽいのでどうしようかな。明日の朝一に行った方がいいのかな。とりあえず今日はお祭りがあるのでそれに行ってから考えようかな。この辺りにはリング成分があります。放射能の影響があるのか分かりません。そういった不安も多々ありながら出産を迎えますが、まだ事故は収束してないんです。そんな中で原発推進だの何を馬鹿げたことを言ってるんだというふうに私は思ってます。子供を守らなくちゃいけないのに、なんで放射能値を正しくベクレルを表示しないんだと。すでに私はどれぐらい被曝してるのか、子供はどれぐらい被曝してるのか。シカ、何してるの。本当は3人で行くはずだったんだけど、一人なんか連絡が来なくて、待ち合わせ場所にも来なくて、それでこの人1時間ぐらい待ってて2人で行きました。その金峰山に行くことを計画した理由は、奈良国際映画祭の中で 3.11 についての映画を上映するという企画があって、そこに行こうと思ってたんですね。でそれに行くのに結局いろいろあって、夜の7時半に着きました。そこで印象に残っているのは、ビクトル・エリセ監督の映画でした。3.11 について流れるテレビの報道だったり、そういうものは PV のようだったり CM のようにテロップ付きで現実感がないような、その危険とか怖いとかっていうものを覆い隠すように報道されているっていう事実について語った女の人が出てきて、その人の言葉がすごく印象的でした。それで3時間かけて行ったんですけど、結局そこの吉野山には1時間ぐらいしかいなくて帰ってきました。すごくいい町だったんですよね。だから一泊して帰りたいぐらいだったんですけど、また吉野山、またあの場所に、またあの場所に行きたいなと思います。